ここでアルバイトをしてくれていたので、それが思い出の場所です。女性です。24、5だと思うんですけど、いろいろやってる企画とかをやってる方です。大阪です。ご両親と彼女3人だと思います。美味しいもの食べて飲むことが好きだと思います。明るく朗らかです。卵です。パープルとかちょっと濃いピンクとかそういった感じです。うさぎですかね。天真爛漫。6年ぐらいなんですかね。と、彼女が主催していたイベントだと思います。そのイベント会場の北浜公園だと思います。と、そのイベントに出展した時のアルバイトの子が彼女を紹介してくれました。笑顔が可愛い。何でもまっすぐに物事に向き合っていくところです。思い出、ここですね。はい、お店です。いつも私が疲れたらそっと肩を揉んでくれてました。今のと同じ感じですかね。はい、今までそんなに若い子と触れ合うことがなかったんですけれども、彼女と出会ってその若い子の感覚だったりとか、そういったことを知ることができてとっても良かったと思ってます。そうですね、彼女が主催しているイベントスペースで定期的に何か一緒にやっていけたらいいなと思います。湯や恵比寿とかでゆっくり楽しみたいなと思います。北高架です。いつも目いっぱいの笑顔と元気を私にたくさんパワーをくれてありがとう。今まで通りいつもキラキラと輝いてね。